こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回は PG4 サクセスの育成メモ動画を撮りたいと思います。でですね、今日の朝方にゆずさんの、まあ、最上位プレイヤーの方のサクセスをありがたいことに頂戴しまして、それを後付け実況で配信させていただきました。まあ、そんなありがたい機会をいただいたときに、こう、ゆずさんが、まあ、こういったことを意識して、制度高校立ち回っていましたっていうメモをね、いただいているので、皆さんにこちらを公開したいと思います。で、メモの内容自体は、まあ、前回のマントル辺境高校に比べると、結構こう、わかりやすく簡単にまとめていただいたものになっているのかなと思います。前回はめちゃめちゃ深くすべて掘り下げていただいて、で、今回は多分ゆずさんも、こういろんな層の方に分かりやすい情報を届けられたらいいのかなということで、結構簡単にまとめていただいたのかなというふうに思っています。ただ、大事なミソとか要素は全て詰め込んでいただいていると思いますので、そのあたりを僕の方で補足しながらやっていけたらいいかなと思います。よろしくお願いいたします。なので、初級者の方から上級者の方まで、きっと参考になるんじゃないかなと思います。で、ちょっと前振りをさせていただくんですけど、僕もそのメモと、あとはゆずさんのサクセスを見させていただいて、ちょっとサクセスしましたところ、新9回の頭脳が落合がいつまでもくれない状態だったんですけど、PG3 の補修ができました。で、これは9回の頭脳が入っていれば4乗っていた選手です。なので、もう本当にその、なんでしょう、やっぱり上手い人のサクセスを見るとか、上手い人の話を聞くとかっていうのはすごく大事なことなんじゃないかなと僕は思います。で、それで自分のレベルが1段2段上がれば、まあ、その、教えてくださった方もきっと、あ、よかったな、やってよかったなって思うと思いますし、まあ、僕自身も、あ、もう本当にいい動画をいただいただけではなくて、自分のサクセスレベルもちょっと、こう、向上したのかな、なんて思うので、こう、教え合う、とか、まあ、その、いろんな方とパワープロするとか、まあ、まあ、できたら僕の動画を見るとか、っていうのは、まあ、すごく大事なのかな、というふうに思います。で、前置きが少し長くなりましたが、メモの方に移らさせていただきます。で、メモの方はすべてで3枚いただいております。まず1枚目がこちらになります。で、ぜひこのメモを見る前にサクセスか、もしくはこのメモを見た後に、そのユーさんの PG4 のサクセスを見ていただきたいんですけど、その時に使用した新聖堂デッキの、まずデッキ構成ですね。寺道、奥村、沖野が前。で、後イベが王子、佐伯、野球マン5号。そして、不動の湯葉みゆきと。で、新頭脳、精神量のことを考えると、奥村が必須キャラ。で、広角用キャラでみゆき。新アンダー狙いで寺道と沖野。あとは、その二人に関しては、まあ、特に寺道ですよね。に関しては、走塁の上限っていうところもありますね。で、前後バランスと上限性能的に王子と5号というところです。で、ゆいに関しては、まあ、こう見送った方がいい。まあ、そのみゆきの方が適しているんじゃないかってことで、今回は外れているというところになるようです。で、まず、バックアップレベルのところですね。ここは、金利が3ずつ、そして、敏捷と精神を2ずつ持っていく形になる、というところです。で、サクセスを見ていても、やはりそこのポイントが大事になってくるのかな、というところと、あと、できないことはないのが、敏捷3、技術2だったら、割と、こう、いろんな調整は効くので、まあ、その形でもいいと思います。まあ、奥村と寺道、そして野球マンとかは、その、敏捷と技術、筋力のところがランダムで入ってくるので、まあ、そこに関しての調整も比較的楽になるので、技術3っていうのは絶対にやんなきゃいけないってことではないと思います。ただそっちの方がサクセスは運用しやすいですよっていうことだとは僕の中では思っています。で、午後、奥村、寺道の評価を優先的に上げるっていうことでメモいただいているので、補足させていただくと、そこでまず不確定のキャラたちの、バックアップレベルを穴埋めして、そこから足りてないところを補完していくような感じになるのかなというふうに思います。例えば、大きいのであれば、やっぱりその、メンタルと筋力のところなので、そのどちらでも好きな方をいけるというのもありますし、先に敏捷とか技術とかを埋めておけば、奥村寺道の方も、まあ、筋力狙いとかできたりするんで、まあ、いろんなところで、こう、この、不確定のところを先にやっといた方が、
まあ、後付けで、オケノだったり、あとは、佐伯とかですかね。まあ、このあたりで、足りないバックアップレベルを起こしていけるのかな、なんて思ってます。そして、絶対に起こしたい精神量イベントの順番、イベントと順番ですね。で、まず、奥村監督登場。まあ、ここは鉄板だと思います。奥村はもう8月の3週で絶対やるんで、まあ、そこは鉄板として、あとは監督と登場は、練習場所の兼ね合いと、まあ、その、体力の兼ね合いで、まあ、どっち優先ということになるのかな、というふうに思います。まあ、理想は、登場で先行って、いいやつもらって、監督行ったら理想なんですけど、やっぱりそもそも投手のキャラが、野手練習に来ないっていうところで、聖堂魂が溜めにくいんで、通常のフローは監督が先かなとは思います。で、その後に、前園と白洲ですね。まあ、ポイントを獲得しやすい筋力と、まあ、白洲だけ踏んどけば、便所レベル2で、バックアップレベル2で、だいたい、こう、便所点で足りるので、まあ、シラスを先に踏んでおくというところかなというところです。で、その流れで新1年生に流れていくようです。2枚目の方のスライドに行きましょう。で、各セクションの立ち回りも書いていただいております。で、まず共通として2人対応できない練習は原則踏まない。メンタルで体力維持しながら基本休まない。まあ、この2つは鉄則だと思います。で、もちろん、その2人以上、まあ、二人帯同できない練習をしなければいけない時って来るんですけど、まあ、そういう時に関しても、そのスペシャルアタックの強いところとか、あとは、ま、コツがどうしても欲しいキャラ、まあ、奥村のキャッチャーとかですよね。まあ、その辺とか、まあ、そういう有効活用できる時に踏みましょうと。あとは、その、筋力の前園の早めに入れたいとか、まあ、そういう一新一年生のところとか、9回の頭脳の、と、降格王家の落合コーチとかね。その、無駄に一人踏まないっていうことにしましょう。で、全然誰もいないところは基本踏まないと思います、本当に。で、セク1からですね。序盤はとにかく精神量イベントを起こす。で、魂が溜まり次第狙ってるとこに行く。バックアップレベルも早く上げておく。で、片守備が初回で光ったら積極的に踏むというところで、まあ、不確定のところを先パッパ行っておきましょうということだと思います。で、メンタルタックはできるだけ下げていきましょうという話ですね。で、バッテリー練習も序盤から回数意識しておきましょうというところです。で、ゆずさんのサクセスを見ていると、バッテリー練習はかなり気使っていらっしゃったのかなと思います。本当にバッテリー練習は相当な回数で、積算の途中とかでもう15回行ってたんで、そこはかなり気使ってやられてたのかなというふうには、印象としては受けました。で、バックアップ、バックレベルの確定、まあ、セクニですね。で、前園と白洲の精神量イベントを起こしましょう。で、筋特用に、弱骨は潰しておきましょう。必須枠が終わったら、1年生用に魂残しておきましょう。で、川上のイベントは起こしてもいいかもしれませんね、というところで、まあ、基本的な流れだと思います。で、川上のところは、そのデッキパワーにもよると思います。デッキパワーが、その、あまり高くないとか、技術が入るキャラがそんなに解放しないとか、っていう方は起こしておいた方がいいと思います、逆にね。まあ、そのあたりは僕が裁かしてたりとか、まあ、僕もオール50ではないので、こう、どっちかっていうと、こういった、その、アドバイスは僕の方がしやすいかなというところで、川上のイベントは、まあ、初級者の方、中級者の方は、起こしておいて普通にいいと思いますし、まあ、起こすべきかなとも思います。あとは、そうですね。まあ、ポイントバランスを考えても、精神のところは、どんなにこう、回復が進んでなくても、大体足りるので、まあ、そうに関してはいらないと思います。その、まあ、そのポイントは、その3倍練習とか、あとは、新1年生の方ですね。新1年生を5人取れるんであれば、そっち行った方が、普通に、最終的にもらえるスコアは伸びるんじゃないのかな、というふうには思います。そして、一番最後、セク4、セク3からセク4の流れですね。で、セク3でバッテリー練習の15回がだいたい近づいてきます。ささやきバズーカ司令塔狙い。まあ、このあたりは、本当に、技術精神が解放進んでるとだいたい余ってくるので、そこで吐きたいっていう話ですよね。で、筋力に関しては、結構こう、頑張っても、まあ、結構ギリギリだなって感じることが多いですし、あとは、便所も、その最終究極選手まで行くと、多分、盗塁とか走塁とかも、コツなしで一段行きたいとかなると思うんですよ。まあその、格乱とかもそうですし、まあその辺を取っていくと結局足らないんで、なので、まあその後ろ目のささやきとかバズーカ、まあバズーカは、まあ僕は個人的にはお勧めしないです。
まあさ、その査定的な意味でバズーカとかもありっていう話だと思います。で、司令塔とか、まあ、あとはミラクルボイスですね。まあ、このあたりを狙っていくのがいいんじゃないのかなというところと、あとはコーチから頭脳がもらえてなかったら、まあ、優先しておきましょうという話ですね。そして、新1年生が加入したら基礎値上げて精神量イベントを、起こしていって、経験点バランスを取っておきましょう。で、人数が増えると、バックアップ帯同させることを意識すると、伝説のさよならも取りやすくなりますと。で、経験点も跳ねやすいと。で、ここの同士のバックアップキャラ帯同っていうのは、その、二人帯同キャラを連れていけるところで、その便称便称で合わせたりとか、技術で合わせたりとか、まあ、そういったところになります。これは本当にセク1から結構意識していいと思います。まあ、セク2とかからかな。その、結局最終的には、新1年生が入ってきてからの方が、伝説の才能男を取れる確率は高まるので、まあ、そのあたりでっていう話だと思います。ただま、セク2とかでも、取れる時あるので、まあ、ある程度意識しておくと、まあ、経験点も取れますし、ここはセク2ぐらいから意識していいんじゃないかなというところです。そしてセク4ですね、新1年生の新重戦車とコーチの骨格を取っていきましょうと。で、魂が余っている時は、経験点の、倍化、もしくは、バックアップ練習の倍化、まあ、この辺のバイバイゲームを仕掛けていって、大量経験点と、あとはポイントバランスがね、崩れている場合はそこを意識してやっていきましょうと。で、甲子園に行った後は経験点のバランス調整ですというところが、まあ、ゆずさんメモになってます。で、まあ、本当にその通りだなっていうところを簡潔にすごい綺麗にまとめていただいていて、まあ、これだけ見ておけば制度の基礎的な流れもわかりますし、あとは、こう、ゆずさんがま、意識されてサクセスされたことっていうのも、サクセスを見るとよりこう、深く入っていくと思うので、ぜひ、見ていただければいいかなというところです。まあ普通にいいサクセスなんで、まあ僕のサクセスを今日見ようかなって思ってらっしゃる方がいるんだったら、ぜひゆずさんのサクセスを見てください。絶対そっちの方が参考になるんでね。で、僕の方も、その PG4 まがいになっちゃったんですけど、あのまがいのサクセスは一応取れたので、まあそれも皆さんに公開できたらいいかなというふうに思っています。で、まあ、キャッチャー育成は結構回数やっているのと、その、制度高校のキャラ入れないっていうのも、ある程度やったので、まあ、そのフリアの方をね、もうちょっと開拓できたらいいかなと、フリアサーマラの方をもうちょっと開拓できたらいいかなって思っているのと、まあ、たまにはね、そのキャッチャー育成も、まあ、面白いネタの方向とかでも、やれたらいいかなと思っているので、ぜひぜひ見ていただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。で、今日は、このサクセスじゃないや、動画を見てくださった方は、その流れで、ぜひ、ゆずさんのサクセスも見ていただければいいかなというふうに思います。また次の動画でお会いいたしましょう。